はいどうも、荒川です。皆さん水族館で生きた深海魚を見たことがありますか？今日本で飼育できる深海魚は数万種類以上いると言われている深海魚の中のたった100種類前後です。ほとんどの深海魚は生態が分かっていないため長期飼育ができていません。今回はそんな生態が全く分かっていない一つの深海魚に餌やりをするという貴重な映像が撮れたんで、そちらをね、捕獲シーンともとも見ていきます。それでは映像にどうぞ。さあ皆さん、やってまいりました。今日も深海魚拾いタイムです。早速ね、裸イワシがいました。もう皆さん見慣れたと思うんですけど、深海の栄養素、表層からいろんな栄養を、ね、深海に持ち運ぶ深海の栄養源こと裸イワシがいつも通り打ち上がってました。皆さん見てください、謎の魚が波打ち際でバシャバシャしてます。やばやば、なんこれ、えぐ、めっちゃ青い。なんすか、リュウさん、これすごい。これね、クロタチカマスっていう深海魚です。すごい。うわぁ、かっこよ。あれ、そうですね、俺もその持ち方やりてえ。皆さん、こちらね、深海魚の最魚ですね。なんかね、浜歩きで落ちてたり港にいたりして、普段はね、群れで動いている比較的浅い200メートルとか150メートル、100メートルにいる深海生物です。久しぶりに見たな。なんだこれ、初めて見た。深海のおそらくエビとか、クルマエビとかに見た目なんか近いんですけど、多分深海のアミエビとか、なんか多分珍しいエビだと思うんで、とりあえず回収します。人生で初めて見たの。いましたよ、皆さん。打ち上げたての裸イワシです。体の表面に発光器が3つあるんで、アラハダカもしくはススキハダカっていう裸イワシの仲間だと思います。今日のね、もし、あ、でかいでかいでかい、これ早く。早く早く、これでかいです、でかいです。でかいです、でかいです、でかいです。オッケーじゃない？入ってるの、入ってるの、入って、入って、入って。おー、いいタイミング。え、めっちゃでかくない？この裸イワシ。裸ってこんなでかくなるん？でか。うわ、初めて見た。すげえサイズ。このイワシと変わんないね、普通の。いや、でか。すげえ、なんかしかもめっちゃ寄生虫ついてるね。貝足まみれ、貝足3匹ぐらいついてきて。3個体ついてる。別のなんか、ドラゴン怪物みたいになってるもん、見た目。大型バスよね。はい、また変なね、生き物を捕獲しました。これなんだ、うん、水温あったか。これね、クラゲの仲間だとは思うんですけど、ほら、こんな風に羽ばたくように泳ぐんですよ。マジで何かわからん。泳げ。おー、泳いだ。こんな生き物いるんだなぁ。こういう生き物が普段は深海に生息してるんですけど、ごく稀に冬の時期になると浅場にやってくるんですよ。不思議ですよね。この多分、このモサモサで何かをこしとって食べてる生き物じゃないのかな。この生き物は有質動物というふうに言われていて、クラゲに限りなく近い見た目をしてるんですけれども、クラゲと違って傘がありません。カブトクラゲとかの仲間なんだね。すごい動きだな。最初なんかタコかなんかと思ってね、捕まえたんですけど、クラゲの仲間でしたね。いける？あ、今いいこと言ったね、ナイスキャッチ。オッケーオッケー、入ってるよ、ちゃんと。ナイスキャッチ。なんだよ、大型いか、大型じゃない気がするんだよね。大型いかじゃない気がするな、これ。深海系のイカの仲間は事実なんですけど、大型にしては膨らんでるな。皆さん、こちらがね、もしかしたら日本で数例しか取れていない可能性もある深海のホオズキイカと呼ばれるイカの仲間です。こんなにね、真っ透明な癖して、実はね、墨吐くんですよ。おそらく魚が突っ込んできて、天敵が襲いに来たと勘違いしたイカが今墨を吐きました。こちらの種類のイカが墨を吐くシーンっていうのは本当に貴重で、世界でもここにしかないと思います。つついてみたりすると面白いかもしれません。アラカーチャンネルではこういう深海系の生き物の貴重な生態映像を出し続けています。ノーマルのツボダイじゃない気がするんだよな。大きくなると200メーターから500メーターの深海に生息するような生き物となります。ウツボじゃないな、これ。多分深場のウツボじゃない？深場系のウツボの気がする、これ。
ウナギヒンポじゃなくない？こちらのウツボは少し深い水深に住むアミウツボと呼ばれるねウツボでした。こちらの生き物がコノハウミウシと呼ばれるねよりも不思議な浮遊するウミウシになってます。基本的にウミウシって、まあ、磯の下とか岩の裏とかでねべったり地面にくっついてるんですけど、このコノハウミウシの仲間だけねこうやってね泳ぐんですよ。上から見ると見た目魚みたいなんですけど、しっかりウミウシの仲間でね世界でも珍しい泳ぐウミウシです。飼育はちょっと難しいって話が聞きましたね。確かにツボダイかな、さっきと同じ種類だと思うんですけど、その系統の仲間ですね。めちゃくちゃ珍しいのはね同じ種類が2匹目です。ツボダイもしくはツボダイの仲間だと思います。美味しくなる、あ、美味しくなるとじゃないや、大きくなるとかなり美味しい種類なんですけど、このサイズだとほんと蝶々の妖精トリクチスキとほぼ一緒でね、こんな泳力もなく抗えずに深海からね流れてくる無様な姿を晒してます。まあ、ちょっとね飼育できそうなんで軽く飼育してみようかなと思います。今ね泳いでいるのがやべえ、あ違う、キュウリエソって呼ばれるね深海魚ですね。生きてる映像本当に珍しくて、アラカンも生きてる映像はほとんど撮影したことがないですね。こちらキュウリエソと呼ばれる深海魚です。ヒレについてるのはね寄生虫の貝足の仲間だと思います。ワニトカゲギスモクっていう、まあ、水深ね 200m とか、まあ、500m とか結構深い、まあ、以前動画にしたホテイエソとかともね近いような水深に生息する大変珍しい生き物ですね。日本海側だとごく稀に100匹とかね300匹とかすごい単位でね砂浜に打ち上がることがあるんですけど、太平洋側だとなかなか生きた状態で見ることはできない貴重なお魚となっています。これがね深海だと光ることによって自分の身をね天敵にバレないようにする習性があります。すごい綺麗なんですよ。皆さんこちらがねさっきねライブ配信で捕まえたゾウクラゲの完品ですね。こんなねこうここがね目みたいな構造のものがあるんですけど、この見た目をして分類としてはね魚でもクラゲでもなく貝だったり軟体動物に近いというふうに言われてます。まあね浅い海だったり冬の時期の海でね見ることができるんですけど、大変貴重な生き物となってます。魚みたいにね遊泳するかっていうと、遊泳するというよりはただ海を流れに身を任せて漂っているそんな感じの生き物です。年明けになってくると深海魚に混じってこんな感じでね死滅海遊魚と呼ばれる南方のね魚が死滅し始めます。このフグ、混合フグもね、おそらくもう寒さに耐えられずに死滅する手前じゃないかな。はい、ということでね、今日も再び深海魚採集にやってきました。今日はね、少し平和な海で深海魚を探していきます。というところでね、早速ハダカイワシがいました。おそらく相模ハダカと呼ばれるね、相模湾の方で獲れたから相模ハダカになったのかわかりませんが、神奈川県のハダカイワシです。めちゃくちゃ裸イワシラッシュですね。ここにも1匹埋まってるし、埋まってるんですよ。ここにも今ね集めてるやつが3匹いて、すごい数いるな。 1,2,3,4,5,6 危ない、波来た、危ない。すごい数のね裸イワシっていう深海魚が群れで上がってます。もともとね群れる魚ではあるんですけど、これ種類違くても群れるの？結構混ざってますよ。あ、群れでも混ざるんだね。違い種類でも群れるね珍しい深海魚になってます。3種類、4種類ぐらい見えた。うお、暑いね。この辺歩いたらもう、あ、いたわ、ここにも。うわ、すごい数打ち上がってますよ。ほら、これ全部裸よ。しかもこれ、生きてるもん。取れたてってか、打ち上がりたてですね。うわ、すげえ。ここにもいる。ここにもいるし、ここにもいるし、ここもいるし、ここもいるし。深海魚のラッシュですね。まさに、深海魚の大量打ち上げ現場ですね。こことか見てください。桜エビも打ち上がってる。ほら、深海魚の大量打ち上げ現場になってます。すごいな。皆さん見てください、ついに裸イワシじゃない深海魚が見つかりました。なんだこれ、ちょっと細長い魚ですね。生きてるかな。お、あ、これあれだ、裸エソだ。おそらくね裸エソのタスジナメハダカっていう種類のハダカエソじゃないかな。すごいね、金色とね赤が綺麗な深海魚となってます。基本的にはね群れで打ち上がってくる種類で、この魚も
普段は深場、水深 300m から 500m にいるんですけど、夜中だけ、まあ、水深0から 50m とかの浅場にやってくる深海魚です。いや珍しい、久しぶりに見たパドパイス。よいしょ、生きてるかな。さすがに死んでるか。これがホテイエソの打ち上がる手前の姿です。あんな感じで打ち上がってて、いいですよ。いやーやばいの出たね。いやーやばいっすね。完品のホテイエソじゃん。最高っす。やばやば、めっちゃかっこよ。うわかっこいい。そう、皆さんこの子はね丸くなるんですよ。かっこいい。あごひげをね触るとこうやってね体が丸くなるね、捕食反応があります。世界一黒い魚ですね。これが世界一黒いと言われる部類の魚か。はい、ホテイエソがまっすぐに伸びてます。手に乗っけます。顎に触れるとはい丸くなります。で置いとくとね、不思議なことにまっすぐになるんですよ。でこれもう一個の個体でも同じことやって、ヒゲの部分にこう触るとはい丸くなります。あら不思議、離すとまっすぐになります。この不思議な現象がね、ホテイエソの習性と呼ばれていて、おそらくこの発光するひょうたん型のねヒゲで魚を釣って、そこにね噛みついてきた魚を食べるための習性じゃないかなっていう風にね荒川個人は分析してるんですけど、まあ、あんまり詳しい生態が分かってないんで謎めいています。でもさ、顎ひげ触んないと丸くなるんだよ。それ顎のエラのとこ触る。今そう、顎のエラだけ触ってひげ触ってないんですけど、その時の状態だと丸くならないです。でもこれがちょっとこっちをとキュルン、この子もキュルン。それではね、今回一つ実験を行っていこうと思います。先ほど手に乗っけたら丸くなる習性についてね解説したと思うんですけど、それが本当に餌を求めての行動なのか、こちらの浜で拾ったハダカイワシを実際に割り箸につけて、ホテイソのヒゲの発光器の部分にこのイワシを当てたらどうなるのかについてね、ちょっとね実験していこうと思います。じゃあソラリ君お願いします。これでヒゲの部分に当たって食べたら反応がない。口にそのまま突っ込んどるやん。お、え、食べたね。食べた、食べた。え、え、取れました。え、でもちょっと箸当たってたから若干映り悪かったけど、食ったのは見えた。え、食べたね。食べた。え、食うのお前マジ。すいません、あのちょっとびっくりしたんだけど、ホテイソが食べたんですよね、裸やらし。ちょっともう一回試してみようか。じゃあ尻尾の方を掴んでもう一回ちょっとね食べるか試してみます。あ、やべ。お、あ、暴れてるね。やっぱデスロールすることで獲物に逃げられないようにして食べてる。お、食ってる食ってる食ってる、飲み込んだ。すごい静かに飲み込むね。あんまり暴れるみたいな印象なくスムーズに飲み込んでますね。特に吐き出す様子とかもなくしっかり飲み込んでます。すげえ、マジ貴重。多分世界中で誰もやったことない。え、マジでこれ多分ホテイソに餌あげたことある人世界で見ても多分うちのチャンネルの俺とソラリ君しかないです。ソラリ君さ、俺もあげてみたい。さすがにお腹いっぱい。でもなんかゆっくり食べてるよね。あ、吐き出した。俺嫌われた。ちょっとやり方が甘いですね。尻尾からあげた方がいいの？ソラリ君尻尾からあげた。いや、頭っす、頭っす。頭？ちょっと今無理やり口に突っ込みました。お、食べた食べた。え、こっちさ、食べるとき見たんだけどさ、エラからなんか毛みたいなのがバッて広がってる。すごいね。今ホテイソが裸イワシを何匹？3匹丸飲みしたね。まあ君だね。でかいか。うわ、エラが開いた。そっちから映ってる。おお。え、エラ開いたの見えた？そっち。やば。何匹食べるん？ホテイソ。
まあ、普段深海魚って深海だと全く餌に出会えないんで、極めて1回食べたら、まあ、あの体力とか維持できたりとか、半年ぐらい餌食べなくてもいいように、まあ、あのすごい効率いい消化期間を持ってるんで、食べれる時に食べるだけ食べるっていうね、すごい人間にとっては羨ましい生活をしてるんですけど、ゆえにだから結構胃袋大きいやつが多く、だから今回このホテイソンも大きさに対してね、かなりの量食べれてるんだと思います。あ、入った。深海魚を長年扱ってるソラリ君どうですか。いや多分世界初の映像が今撮れたんじゃないかなと思います。そうだよね。そもそもこの深海魚のホテイソンって撮れた時ってもうボロボロの死にかけなんですよ。だからそもそも生きてる映像がほとんど出回ってなくて、それでさらに餌やりの映像は今まで食べした人間がそもそもいないと思うんですよね。だから現状世界初です。いやこれ本当に世界初だと思います。ないよね、ホテイエソが餌食べるシーン。ましてこの人間のこの割り箸からの救助なんて多分誰もやったことないと思うんで。水族館とかでさ試したことないよね。ないですね。しかもさ現状4匹ぐらい食ってさ、今5匹見て食べさせようとしてるよね。食べてる。顎の動き。さすがにそろそろ死ぬな。お腹だってもう膨らみ方やばいですもん。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今年はね、3年ぶりの深海魚の大当たり年で、大変珍しい貴重な深海魚がたくさん取れています。今後も今年はガンガン珍しい生き物を捕まえていって、新種の発見をね、目標に活動できればと思っています。こういった深海魚の貴重な映像は本当にね、荒川チャンネルぐらいでしかね、見ることができないので、皆さんぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。